漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さあそれでは今回もやっていきましょう。メイン指令編第3話、ウルトラデラックスガチャ、ラベール編、ざっくり性能チェックのコーナーでございます。こちらのガチャでの新スタイルはウルトラデラックス限定でラベールとティシサック、プラオチスタイルで基本の計3名。果たして今回のガチャの新スタイルの性能やいかに、それでは新スタイルざっくり性能チェックのコーナー、行くぞー。てなわけでまずはじめにチェックしていきますのはラベール。スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。器用さが 111% プラス14、知力が 104% プラス14と高め、あとは精神が 86% となっております。ラベールのアビリティについて、バトル開始時、味方全員の OD ゲージを満タンに、さらに味方全員に超動防護と張り切り療養を永続付与するビジランツの名手。超動防護はターン開始時、OD ゲージが満タンの場合、自身に防御強化中を1ターン付与。張り切り療養は OD 攻撃時、味方全員の HP 極小回復の効果、火ダメ大軽減、ターン終了時 BP2 回復のブロックフォースに、火ダメ特大軽減、ターン終了時自身の HP 極小回復のプロテクトヒーリング、毎ターン自身の HP 極小回復に BP5 回復、火ダメは常時マイナス 47.5%、開幕味方全員 OD ゲージ満タンスタート、OD 攻撃の際には味方全員が全体ヒーラーになることが可能。OD ゲージ満タンを維持し続ければ毎ターン防御強化中1ターンを自身に付与できます。条件ありですが味方全体の耐久アップに全体ヒーラーにと活躍できますな。ラベールのスキルについて、BP レイで使える威力突単体攻撃の先進打ち。こちらは自身の器用さ小アップのおまけ付き。BPQ で使える SS 威力残突単体攻撃の風の極視。こちらは味方生存者全員の HP を極小回復。さらに自身以外の味方生存者全員の OD ゲージ小アップのおまけ付き。BPQ で使える S 威力突単体攻撃のエアリアルフルダート。こちらは味方生存者全員の全捨て小アップ。さらに自身以外の味方生存者全員の OD ゲージ小アップのおまけ付き。風の極視、エアリアルフルダート両方で自身以外の味方生存者全員の OD ゲージをアップ可能。全体回復したい時は風の極視、全体全捨てバフを付与したい場合はエアリアルフルダートと使い分けていく感じですな。先進打ちで自身に器用さバフを付与しながら BP ためをすることも可能です。レインボースプレッド継承で全体知力でバフ。風量の湯継承で1回だけですが自身以外の味方全員の OD ゲージを最大にすることが可能です。5体目の SS スタイル登場のラベール。OD 攻撃時と OD 満タン時に発動するアビリティを味方に付与できるサポーターとして登場ですな。自身はスキルで他の味方の OD ゲージアップ。全体回復、全捨てバフと、OD 以外のサポートもこなすことができる優秀なスタイルです。続きましてチェックしていきますのはティシサック。スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。腕力が 117% プラス14と高め、素早さが 100% プラス14とこちらも高め、他は精神が 87% となっております。ティシサックのアビリティについて、バトル開始時、自身の BP に回復、クリティカル攻撃命中時、エアリアルスティングで確定追撃、ターン終了時、自身の BP に回復の下流度の間、エアリアルスティングは A 威力突単体2から3回ランダム攻撃、自身の攻撃すべてが獣、魚、浮遊特攻になり、クリティカル攻撃のよだめ超極大アップの必殺の心得6、獣、魚、浮遊、よだめ特大アップ、クリティカル攻撃の場合さらに4ダメ特大アップ、火ダメ特大軽減の攻防必殺4、開幕 BP12 スタート、4ダメは常時プラス 20%、火ダメは常時マイナス 30%、クリティカル攻撃時はさらに4ダメプラス 60%、そしてクリティカル攻撃時は確定でエアリアルスティングで追撃、クリティカルが乗らないと火力は全く期待できませんが、獣、魚、浮遊に対しては全ての攻撃がクリティカルとなりますので、相手によっては火力面でかなり活躍してくれそうなスタイルです。ティシサックのスキルについて、BP レイで使える自身補助技の明鏡止水。こちらは使用回数2回までの制限あり、
地震に先進共鳴4回を付与。先進共鳴4回はターン開始時に上限4回で、クリティカルエンハンス、攻撃強化特大、モラルアップ特大、回避1回を1ターン付与。そして地震の BP4 回復の効果、BP10 で使える SS 威力突端体ファスト攻撃の軽眼の一つ。こちらは攻撃命中時、対象にモラルダウン中を2ターンと腕力デバフ中付与のおまけ付き、BP12 で使える SSS 威力突端体攻撃の喝殺白線章。こちらは攻撃前、対象に体力デバフ台を付与かつ自身の腕力台アップのおまけ付き、これまでウルトラデラックスクロ様のみが所持していた明鏡止水をペシサックも所持、1回使用につき4ターンまで、使用回数2回までの制限付きですが、バトル中8ターンの間、ハイパーモードで戦うことが可能です。火力を大幅にアップさせる上に攻撃すべてがクリティカルになるので、獣、魚、浮遊以外の相手でもアビリティを活かして戦いやすいのが良きですな。軽眼の一つでファストで腕力デバフとモラルダウン中付与で忌避ダメ軽減薬、喝殺白線章で体力デバフを付与に自身腕力バフ台でさらに火力で貢献できます。グリッターシェル継承で自身にガードアップ章を付与、乱れ水地継承で幻灯状ダイヤ等での全体毒付与薬も可能です。初の SS スタイル登場のティシサック、特攻が乗る相手に対して火力を出していくことができるアタッカーとして登場ですな。火力を出すだけでなく腕力デバフやモラルダウンでジャマーとしても仕事できます。最後にチェックしていきますのは基本、スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。器用さが 115% プラス14、素早さが 110% プラス14と高めですな。基本のアビリティについて、ウィーク攻撃の余ダメ極大アップ、非ダメ特大軽減、バトル開始時、自身の BP に回復、敵撃破時、自身の BP を10回復、ただし特性不死の敵への攻撃命中時、自身に攻撃弱化極大を1ターン付与するアンデッド恐怖症、余ダメ極大アップ、攻撃命中時自身の BP1 回復の不活の連機を、余ダメ特大アップ、非ダメ大軽減、バトル開始時、自身の BP2 回復の加工突破に、余ダメは常時プラス 50%、ウィーク攻撃時はさらにプラス 30%、被ダメは常時マイナス 47.5%、でも特性不死の敵を攻撃した時自身に攻撃弱化極大を1ターン付与、効果は1ターンだけですが多段攻撃技を使った場合は2発目以降の攻撃の威力がガクッと落ちるってことでしょうかね。開幕 BP14 スタート。敵撃破時自身の BP10 回復、攻撃命中時に自身の BP1 回復、周回や対アンデッド以外の幻灯常用といった感じでしょうか。基本のスキルについて、BP0 で使える威力突全体攻撃のスローナイフプラス、BP9 で使える威力突単体ディレイランダム4回攻撃の一つ連撃。こちらは攻撃するたび自身の HP 極小回復のおまけ付き、BP14 で使える威力突全体2から3回攻撃のサーブルレイン。サーブルレインで突の全体周回引率薬として活躍。一つ連撃でディレイですが突の単体火力として活躍。ただどちらも多段攻撃ですので不死相手に使った場合は2発目以降の火力が落ちてしまいます。ピアッシングイリュージョン継承で味方全体に BP ばらまき。高突で器用さバフを付与しつつ BP ためも可能です。初の SS スタイル登場の基本、ウィーク攻撃の火力に特化したアタッカースタイルとして登場ですな。単体火力、全体火力両方で活躍することができます。ただ周回引率薬となると突の全体はダンターグやメロトセロイがいるので、それだけのために確保するというのは微妙ですかね。プラオチスタイルですし、というのがこちらのガチャで実装されたスタイルの私の感想でした。それではこちらのガチャ、引くべきか否か私の意見ですが、幻灯常用に戦力補強をしたいならば引くのもありといった感じでしょうか。ラベールは良さそうですが必須というほどではなさそうな感じ。OD パを組むためのピースがないなら確保してもいいかなといったところですかね。ただ、1ヶ月後には5周年の前夜祭、その後は5周年イベントがスタートですので、今のところは様子見するのが安泰だと思います。以上、メイン指令編第3話、ウルトラデラックスガチャ、ラベール編。
新スタイルざっくり性能チェックのコーナーでございました。まああくまで私の個人的意見でございますので、適当に聞き流していただければこれ幸いでございます。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。